落語に登場する、おけち脈おけち脈は、古典落語の演目の一つ。同演台では、東京で広く演じられる。情報落語の前後時骨寄せあるいは骨寄せについても、この項で記述する。おけち脈は、演者の地の語りを中心に進める、地話の一つ。ストーリー自体は、比較的、短いため、演者によって、独自のくすぐりを入れるなどして、 公演時間を様々に調整する。主な演者20代目、桂文治、6代目、三遊亭円楽らが知られる。上方の善光寺骨寄せは、おけち脈のストーリーに、歌舞伎の鏡山、斎岩富士などで知られる、骨寄せのシーンをパロディ的に付加したもの。ほとんど演じ手がなかったが、昭和期に2代目、桂歌之助によって再現され、弟子の3代目、 桂歌之助に伝えられた。演者はまず、話の舞台となる、信濃国の善光寺の演技を、仏教の伝来から順に語るが、以下の通りユーモラスに誇張されたものである。釈迦は女性を、外面女菩薩内心女親者と評したために反発に遭い、故郷を追われて、伝道の旅に出た。その果てに、アスカ時代の日本にその教えが伝来する。 当時神道を広く信仰していた日本はカルチャーショックを受け、中でも大和の物ノノ屋モリアは激怒し、教えと共に渡ってきた演武団金星の仏像を鍛冶屋に破壊させようと試みたが、仏像は非常に固く、思うに任せない。モリアは、ウーム、プラチナやつめとうなり、仏像を何倍家に放り込む。数年後、本田義光が、 何倍家のそばを通りかかると、水中から自分の名を呼ぶ声を耳にする。声を頼りに近づくと仏像が現れ、新州に行きたいと話すので、本田は背に乗せ、新州へ行き、禅光寺を混流する。その禅光寺には、やがて、おけち脈と呼ばれる一種のハンコが置かれるようになった。百匹の錠剤を捧げ、額にスタンプしてもらうと、どんな罪を犯していても、 極楽への往生ができるという。このため善光寺は巡礼者で大きく賑わうようになる。おけち脈の大流行に伴い、死者はほとんど極楽往生するようになり、地獄は不景気に陥る。鬼たちが空に困るようになるに至って頭を抱えた縁間大王は緊急会議を召集する。鬼の一人がおけち脈を寺から盗み取ってしまえば、 また地獄にお客が来るでしょうと進言する。閻馬大王はそのための人材集めを命じる。地獄のことだから、シャバで盗賊をしていた者はいくらでもいるが、やがて石川小右衛門に白羽の矢が当たる。小右衛門は大釜の湯に使っていたが、閻馬大王の使いに呼び出されて、芝居のように六方を踏みながら閻馬町に乗り込む。おけち脈の墨を命じられた小右衛門は、 見事盗んでみせましょうと受け負い、シャバへ蘇る。五右衛門は早速、闇夜に乗じて、善光寺宝物殿に侵入し、おけち脈の捜索を始める。小さな箱を見つけ、開けてみると、中にはさらに小さな箱が入っていた。それを開けてみるとまた箱、また箱、と開けていくうち、とうとう、おけち脈を発見する。五右門は、喜びのあまり、歌舞伎の 夕食か枕山に登場する泥棒、ケンタイラのノリで、これせえあれば、大岸成就、ああありがたや、かっちけなやと、と、おけち脈を額に押しいただく。その途端、自分が極楽へすー。1989年制作の日活映画作品。監督は、藤浦敦志で、桂文治が出演した。2018年制作の日本映画。 配給は、カエルカフェで、監督は秋原、北田根。地獄行きの罪人が減った原因が、オケチ脈にあると突き止めた、エンマ大王。彼は、以前に、釜湯で地獄へと送った、大盗賊、石川五右衛門と、天下人、豊臣秀吉の二人を、過去の現世に蘇らせ、海義光寺から、オケチ脈を奪取するよう命じる。川戸定吉、落語大百科、 1> 第1巻祖よご者、2001年、P408、五陰門とも呼ばれる。全皇寺五陰門を参照。産経新聞2015年10月31日7面、群馬、妻子育養続け230年、住民の絆、工芸新聞、宮間春秋、2017年4月14日工芸、新聞2018年8月7日9面、全皇寺の瞑想、当順、 天明の浅間山噴火神原で被災者救済三代目、桂米朝、米朝よもやま話朝日新聞社、2007年、P171 ハット ABCDE、映画オケチ脈。日活。2019年1月28日閲覧。ABCDEFGHIJK、ムービーウォーカーオケチ脈。ムービーウォーカー。2019年1月28日閲覧。 ありがとうございます。